よし、もうこれは勝てないから次行こう。タルルート君、これは両芸だよ。両芸なんだけどね、むずいんだよねこれ。マジカルタルルート君、ファンタスティックワールド、これやったんだけどね。もう猿図鑑、頭暴君ね、これアイテム感一通り、ね、これもまあまあまあ、もうやってる時に全部見たんだけど、でも連打しとくからね、気になる人は自分で止めながら見てっていう。気になる人は俺連打だけするわ。ネガ弱点、スペースで止めれるから。コブトリック、ごぼう精神、実話か、正直、スイスイ人魚くん、赤魚くん、なんかぶっちゃけドラえもんのパクリだよねっていう。ソードペンマジック、たこ焼き、玉見え、翼、テレポテト、テレポテトはあると一瞬でクリアできるんだよ。文学博士棒、分身ライトくん、ホルモンザー、女の子になっちゃう、マジカルバック、ミエッチン、道しるべ、モリモリ筋肉、や、アスナオくん、夢夢、わらわらくん、あ、一周したね。はい。じゃあ人物編。はい、タル。私は煽ってますね。わかります。よ、連打連打。まあ気になる人は、自分で止めて確認してくれ。やっと。ミモラちゃん。ライバー。ニルル。江戸城将軍の助。江戸城千鶴。江戸城ウグンシ、ジかわいいやな。マズゴロハン、勇者ドベルク、光の女神、ハゲじゃねえか、女神、うん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 、ドワッハ大王、エランドね、ラキュル伯爵、はい、来た来た、東証パチュラス、ドワッハ大王の手下その3、巨大な手のような姿をしている、目が弱点ってね、うん、大体ほぼ全ての生き物は目弱点なんで言われなくても多分こいつも目が弱点だからね。仙人、多分仙人さんも目が弱点だから。大体目が弱点だからね。と、多分タルも目が弱点だと思うよ。よし、一周したから、まあ、気になる人は自分で止めながら見てね。ファイル名を決めちくり、ね、ご兄弟がいる人とかは、みたいなね。ちっちゃい言わないよ。しかし伸ばすがある。ガパチクリ。お前、お前に借りた宿題全部間違ってて恥がいたじゃねえか。なんだと、人の宿題を見せてもらっといて、その言い草はなんだ。喧嘩なら外でやりなさい。よし、裏の口で勝負だ。望むところだぜ。とは言ったものの、邪魔に勝つ自信はないし。父ちゃん、助けてくれよ。今、魔法の研究中だ。父ちゃんってば、が、が、あれ、父ちゃん寝ちまったのか。って本当に困った。が、本当に困ったんが。我こそは大魔法使いタルルー、本当に困ったんがと呪文を唱えた。願い事一つだけ叶えてくれるなら、じゃあジャバをやっつけてくれ。第一はジャバオと決闘の巻。基本的にこのゲームは、マリオ、マリオです。 B ボタンで下で攻撃ができるマリオ。よし、なかなか敵がえぐいんだよね。たこ焼き食べると、あの枚数増えてアイテムがちょうど当たらないっていうね、この当たり判定。ちなみに当たると即死。普通にね、舌出しながら行くとね、これ高速で転がってくるっていう、何の前触れもなく高速で転がってくるっていうね。俺は知ってるから変わって、まだ来た。多分初見だと殺されると思うよ。こいつ何の前触れもなく転がってくるから。操作性的にロックマンの方が近い。あの、あれがないからね。で、10タコ。アクションゲームか。割と出来はいいんだけど、割とぐらいかな。まあ、この頃のキャラゲーにしたらかなり両ゲー。よし、行きアップ。ゴール。まあ、もし、ね、ミニファミコンでやるんなら、ゴールまで来たら一回セーブして、行きアップと10タコ焼き取って、クリアできるまでリセットした方がいいと思う。26個もお集めになったのねと。序盤のうちにね、セーブ、あ、セーブはいらないわ。どこでもセーブできるから。セーブはいらないんだけど、
本丸、ジャバオと決闘だってやめとけな、うーん、通してやんないよ、なんて字が悪いんだ。セーブはどこでもできるからいいけど、残機はね、早めに増やしておいた方がいいと思うよ。結構終盤難しいからね。あ、無敵だ。いかね。この、一応音楽鳴り終わってからも少しの間は無敵残ってるね。よかったよかった。ほら、あら、これはね、こうやって下から食べる。すると一気アップ。ここがね、多分ボーナスステージ。ほら。なんかね、アイテム使うと教えてくれるんだよ。よっ。しかしそんなに美味しくないという。詰まるな、これ。あとね、ジャンプ中のね、上食べとかできないから、ジャンプ中は前にしか下が出せないっていう。これ今画面の右上に微妙に映ってるの分かる？これ画面外から降ってくるっていうね。スコンスコンスコン。ここでセーブして、ゴールはね、10たこ焼きとあのゴールと一気アップだから、こうこれが取れるまでリセット序盤のうちにして、ね、残機増やしておいた方がいいと思う。アイテムを買うぞ。息吹き返る。これ一回食らっても大丈夫になる。で、これセーブ。これ何だったっけ。何の説明もないっていうのがファミコンのゲームだよね。で、カードを8枚もらって、これちょっとね、セーブでどうなるのか気になる。段数どこで変えられてるんだろう。これさ、これどうなんだ、いけるのかな。本当かどうかがわ、ほらもう変わった。ちょテレポテト欲しい、テレポテト欲しい。これ絶対当たんねえやつだ。あ、これどうだ、本当かな、本当かな、本当だ。でもまだ絶対当たらないんだけど。あ、これミニファミコンだったら余裕じゃねえか。なるほどね、1個取った時点で。たこ焼きで買うことができるのはありがたい。カバンはいらない。これやりたい方だよな。残機やいらない。これテレポテトをさ20個ぐらい集めたら一瞬でクリアできるじゃん。生き生き帰るだ。だから1個選んだ自体で乱数決定みたいだね。だからこの1個目をテレポテト来るまでまず始めて、で来たら一旦ここでセーブして、ほらほら当たりあるやつじゃん。これやりたい放題だな。これやりたい放題だぞ。ここでまたセーブして、カバンはいらない、カバンはいらない。あ、ここに来ちゃったらもう乱数か。ここに来た時点で乱数だ。あ、これカバンしかじゃあダメなやつだ。続けるを押した瞬間に乱数決定だ。うん、ここだ。ここでセーブ。時間を支配した。ここでセーブして、よし。で羽、羽も欲しいから羽にして、ここでセーブして羽、ほら羽ある、羽ある。間違えた。ここ羽、あ、間違えた。下、下左ね。もうやりたい放題だねこれ。うん、まあどうしても勝てない人はこれでいいんじゃない。めんどくせえからしないけど俺は。もうこれやってるからね。とっととジャバを倒して次のゲーム行こうぜ。ジャバをだけ倒すわ。あれ、ア
イテム使うのはあれか、先に選んどかないとダメだったね。でちょっとテレポテトの効果を、たまちゃん使うとね、あの 裏場所があるってことを教えてくれる。これね、ジャンプ中に下を上に打てるのはね、欲しかったね。一応上に下出せるのにジャンプ中は出せないんだよね。おいしい。いやー、いいですね。嫌な予感しかしないからね、食べない方が正解です。この下はあるかな、正直怪しいからやめとく。よし、2面でね、あの放置しとくとね、イオナちゃんの水着姿が見れるんだけど、やったぜ。まあ、ちょっと操作の悪いマリオかロックマンみたいな感じに思っときゃいいんじゃないかな。結構難易度高いからね、序盤のうちに残機を増やすことを忘れずに真面目に攻略する人はやらない。でこれがボーナスゲームだったかな。プッシュ A、 プッシュ A、 よし、ラッキー、行きや。でこれが松五郎班のミニゲーム。しゃあねえな、当たる持ってけや、行くでー。体当たりいいんだっけ、覚えてね。ジャンプはできません。よっと、上食いもできません。で全部集めると残機アップ。あのどっかのさ、あの逆タガオジとは違って鉄アレイは投げてこない。よし、ふう、アイテムを使う、ね、テレポテトを使うと一気にゴールだぜ。テレポテトを使う、これがテレポテトの力。サイコクラッシャー、はい、クリア。いらっしゃいませ。これがテレポテトの力。テレポテト20個ぐらい手に入れたら全ステージ楽勝にクリアできんじゃねえかな。さすがの力。これがテレポテトの怖いところやで。ただね、テレポテトは買えないから、さっきのあのスクラッチで当てるしかないんだよ。でもスクラッチのテレポテトをいろいろなゲームがあるんですね。楽勝にね、手に入れることができるから。お、なんだこれ、素直になる。まあ素直にしないけど、じゃあジャバを倒して次のゲーム行こうぜ。もうこのゲームはやってるからね。よいしょ、動画にするときには下にリンク貼っときます。そっちで見てください。結構強いんだよなこれ確か。たるあ、ここ当たりはんでねえや。一回かわさなきゃダメなのか。そういうことね。結構ぶっ飛ぶよね。長さがわからん。よし、結構本格的にぶっ飛ぶグラフィックドット作られてるよね。死んだ。おまる、ちっちゃいの、お前ちっちゃいのにすげえな。俺大魔法使い、もう一つ頼みがあるんだ。もう願い叶えた。ぜひ友達になってほしい。おう、それならいいぞ。俺たちは友達だぜ。海だー、ヨナちゃんの水着が眩しいぜ。やだ、本丸くんのエッチ、あった泳げるのバカにすんなよ。よし本丸、勝負だ。望むところだぜ。頼むぞ。おう、任せろ。ここだったかな、
ここか一番初めのヨナちゃんの水着だぜだったかな、あそこで10分放置するとヨナちゃんの水着が見れる。まあそれもあの本編やった時にねやってたんで、ぜひご覧ください。ここかな、忘れたけど、まあどっかでほっとくとヨナちゃんの水着姿が見れるぜ。まあ2面は水、これ基本で、一応ね水でいくとこんな感じ、マリオ3かな、ほっとくと上に上がっていくっていうね。本丸の野郎、無駄なところでリアル。カエルスーツ着たマリオだよね、これ言ったら悪いんだけど、プクプクだよね。あれマリオかな、やっぱマリオかな。当たり判定大丈夫なはず。まあこんな感じでね、2面が水、3面、4面がスキーだったかな、あそこが難しいんだよね。3面はね肝試しだったような気が。ポッ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 ポ、タコ、月相かな。月相ですよね。いたよねこんな敵。マリオ3にこんな敵いたよね、あの弾吐いてくるやつ。あ、終わった、一キャップ、クリア。はい、じゃあここまででいい、もう全部クリアしてるんで、気になる人はぜひそちらでお楽しみください。こっちはもうね最近プレイしてるから結構適当だよ。でもあのその時ちゃんと撮ったやつは久しぶりのプレイで思いっきりツッコミしまくりながらやってるから、ぜひお楽しみあれ。といったところで、タルルト君終了、次のゲームに行きます。一応まあセーブは残しとこうか、いらないけどね。よし、さあ残るはあと2本。